きっちり働いてやるよ。始末いたそう。この地に集いし右腕の諸君、共に研鑽し、あまたの素養を磨こうぞ。任せろ。この本田兵たちにやってやれないことはねえぜ。まずは地を磨く試練からだ。四方から迫る敵を判断を誤さずうがち抜け。ではいざ参る。我らを止めてみよう。開門。任されよ。試練を子孫じる者に主君と歩む資格なし。一つでも誤てばそこでしまいゆえ注意せよ。我らの進軍阻めるものか。開門。自ら仕込んだ試練を子孫じるわけにはいかない。守備よく成果を上げねばな。わざわざ撃たれに参ったか。肩慣らしにもならぬ。聞かせていただこう。お前の腕も相当なもんだな。地をもって敵を残らずうがてたようだな。ではこの試練は達成とする。続いては皆の勇を試さん。暴れイノシシがごとき武者より人たちも浴びず倒してみよう。誰が暴れイノシシだと。ぶっ飛ばしてやる。覚悟しやがれ。開門。血でむせ返る。逃げおったってもう押せぞ。早すぎるな。たまにはこのような余興に付き合うのも悪くはないかもしれん。開門。血でむせ返る。勇の試練達成とする。治癒を兼ね備えてこそ誠の右腕だ。主君から預かりし兵を損なうなど言語道断。次の試練では兵を減らさず敵を掃討せよ。援軍進め。敵陣を切り裂け。兵の指揮を取る私たちを先に狙うか。ならばその判断を吉とせよ。
拙者と鉢合わせるとは不運であったな。勝頼様がやられただって。我らは誰の指示を仰げば。お前の腕も相当なもんだな。帰り地でむせ返る。帰り地でむせ返る。見事な手並みを。この試練も達成とする。何事だ。来たな平八郎。若の右腕を名乗るならば、わしに力を示してみ。遊んでやるよ。おっさんなんて怖くねえぜ。俺の獲物さばきに見とれるんじゃねえぞ。天下無双の名は俺がいただこうか。右腕の座に安穏と居座れるのがありえない。常に研鑽を続ければ追い落とされような。そなたら我ら武田四名神と早掛けを競え。いざ風のごとく駆けよう。右腕たる者、時には我を張らず主を立てよ。かの者らと競争し、二番手で砦に入るのだ。当然砦までの道には敵を排しておるゆえ、心してかかるがよい。開門。誰にも阻ませぬぞ。どけ。慈久様、勝久様、なんであんなところに。待っててください。今すぐ向かいます。たどり着いたぞ。やはり我が俊足にかなうものはないようだ。よし、この試練も達成だ。主を立てること、これからも留意すべし。互いに力を高め合おうとは良い心がけだ。その鍛錬、俺にも協力させてくれ。そなたらの鍛錬、実に興味深いな。私も参じてよいだろうか。遊んでやるよ。この通り、ご主君方にお越しいただいた。傷つけてはならぬ。必ずお守りするのだ。これが右腕として最後の試練となろう。あと一息、共に振るおうぞ。吉久様、勝久様、ごめんなさい。障害は覗かねえとな。力及ばずか。喜ばしい活躍ぶりだ。力及ばずか。天下無双の名は俺がいただこうか。ただの軍師と侮るなよ。
敵将を討ち取ったり。なんという屈辱だ。叶う相手ではなかったか。さすがだな、頼もしい限りだ。俺に会ったのが運の尽きだ。これにて右腕の試練は完了といたそう。みんなよくぞここまで。素晴らしい手並みだったな。それとも一戦交えてくれないか。そなたらの宙に深く感じた。私とも手合わせ願えるだろうか。開門。避けてみろよ。遊んでやるよ。勝利条件変更。腕を上げたな、トシミツ。お前と共にあれること心強く思う。殿、なんともったいなきお言葉。相変わらず強いな、平八。当たり前だ。こんくらい強くなきゃお前を守ってやれねえからな。これにて右腕の試練は完了といたそう。共に力を磨けたこと心より感謝いたす。